今日僕ずっと家にいます、用事がなければ。へえ。ほんでたまに人とトラブルになったりとかするんですか。んでトラブルになったら別にその人と切れても別にそんなにも困んないっていう。そういうことか。トラブルだったら、はいはい、最近だとその会ったことがある人と会ったことない人の区別ももう分からなくなってて、むしろあいついなくて何にもしてないよねっていう方が僕の中では目的達成なんですよ。ああいついらなくねっていう、そのいらなくねという状況を作ることが僕楽しいと思ってて、はい、そんなに僕なんかお金に困るとかも一生ないんだろうなと思って。まあ確かに僕いつでも土下座できるタイプなんですよね。えっていうかひろゆきさんって、うん、今パリですよね。あ、今パリです。はい。え、パリでプライベート何してるんですか？あ、もうここずっと僕部屋にいますよ。え、部屋で、なんか、あれなんですか？仕事やってるってことですか？いや、ゲームしたり、さっきまでメガトン級武蔵っていうゲームやってて、で、そういうのに飽きると、うん、映画を見たりして、うんうんうん、で、それに飽きると本読んで、漫画読んで、で、ネット見て、で、またゲーム、映画みたいな、こうぐるぐる回ってて、すっごい忙しいんですよね。あ、じゃあもう部屋の中で完結してるんですか、全部。あ、基本僕ずっと家にいます。用事がなければ。へぇー。それは外には興味ない。ないっす。だから海外に住んでるのって、別に僕家の中にいるからどこにいても一緒なんですよ。はいはいはい、はい。だからなんか、日本離れられないよって言ってる人って、日本の食が好きとか友達が好きとかあるじゃないですか。うん、僕家の中が好きなだけなので、ネットフリックスなんかあれば世界中どこでも一緒なんですよね。確かに。え、ひろゆきさんって、ごめんなさい、ちょっとひろゆきさんに興味がすごいあるんで、ごめんなさい、聞かせてもらってもいいですか？うん。あ、どうぞどうぞ。人にあんまり、こう、感情移入したりしないんですか？することはできますけど、多分他の人よりは、スイッチ切るのが早い気がするんですよね。大親友、こいつは大親友だなとか、うん、そういう人っているんですか？あんまちょこちょこはいますけどね。ああ、そういう人っていうのは、なんか本当に腹割って話すし、なんかこう、なんていうか、利害関係か全くなく付き合えるって感じですか？そうですね。まあ子供の頃から一緒とかで。で、僕ただ、基本誰に対しても腹割って話しちゃうんですよね。ああ、そうかそうか。逆にそうなんか。うん。別にその隠し事がそんなにないので、なんか人間関係とかもそんなにないので、なので、あ、こういうとこだよとか言っちゃうんで、うん、僕。はあ、はい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 。そうかそうか。ほんでたまに人とトラブルになったりとかするんですね。ほんで、トラブルになったら別にその人と切れても別にそんなにも困んないっていうのが。そういうことか。トラブルだったら、はいはい。ああ、そこが全然、そういうことか、そういうことか。ほんで別になんか、うわ、人怒らしちゃったな、どうしようとかも別に、あんまりそういう感情もあんまなく。忘れちゃうんですよね。その誰が僕に対して怒ってるも忘れるし、僕が誰に対して怒ってるも忘れちゃうんですよ。ああ、そうかそうか、そういうことね。だから自分の中で割と仲のいい人とか本当に割と限られたこう親友と呼べるような人ってとそれ以外っていうのがすごく明確に分かれてるって感じなんですか？いや、明確に分かれてるというより多分大体みんな緩いんですよ。なんかまあ、すごく仲がいいから仲がいいと言ってるんですけど、でも、話す内容も別に、そんなに仲良くない人とあんまり変わらないし、いや、うん、プライベートで隠してることもないのに、これこうでね、とかっていうのも大体一緒なんで。ああ。うん、あと、なんだろうな、最近だと会ったことがある人と会ったことのない人の区別ももう分からなくなってきてて。ほう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 。まあ、これリモートでお話しするじゃないですか、福井さんと。で、リモートでお話ししたことのある人とない人って、僕の中でもあんま区別がもう分かんないんですよ。要はそれは人と会いすぎてるからですか、リモートとも含めて。もあるし、記憶力が悪いのもあって、あとテレビで見てるのとリモートでお話しするのって今日一緒じゃないですか、見てる画面は。あ、確かに。だから、なんか徳井さんが喋ってる YouTube を見て、僕は会いつった気になってしまうんですよ。ああ、まあ確かにね、それは確かに。なので、前さお話ししましたよ、リモートでって言われても、それが自分が話した内容なのか、別の人が話してるのを見たのかの区別が僕の中でもつかなくなってて、うんうんうん、なので、なんか、お久しぶりですって言われても、え、マジで会ってたんだ、この人みたいなのが結構。まあ、確かにね、それはありますね。え、なんか、とはいえ、割と普通の人って、なんか、誰かとこじれるとか、誰かとこう会わなくなるとか、なんか俺って友達少ないんじゃないかとか、
なんかそういうことを思うと、ちょっとこう、ふと不安になったり、寂しくなったりって、こう理屈ではないところで、こう、思ったりとかする生き物じゃないですか。うん、はいはいはい。わかりますわかります。その概念わかります。概念わかるでしょ？はいはい。そういうの、そういうのとは、あまり自分は違うなっていう認識は、ご自身ではあるんですか？なんか友達が必要な時に別に僕友達できると思ってるんですよね。ああ。なんかまあフランスではあんまり僕友達作ってないんですけど、その学生時代アメリカに1年留学したことがあって、で、その時も別にアメリカで友達作れたんで、うん、でなんか世界中友達作ろうと思えばどこでも作れるよねっていうのがあるので、必要な時に調達すればいいやみたいな。はあ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 。あと、ま、もともと一人でいるのが好きなので、なんかその、人がいないから寂しいとか、うん、なんか、ストレスが溜まるってマイナスがないんですよね。人に対して喋ってて、腹が立って怒るっていうことはあるんですか？僕はこうなんだなぁ、みたいなぐらいで、プライベートで怒るってほぼないんですよね、僕。ああ。まあ、それこそね、ディベートしてて、割とこう、ひろゆきさんがちょっとカチンとしてる風でガーッと詰めていくときとかあるじゃないですか。はいはい。まあ別に、でもあれは特にその感情が、この頭に血が昇ってるっていうわけじゃないってことですね。はい。こういうときはこういう方がいいよねっていう。うん。だから例えばそのメディアで嘘をついちゃいけないよねとか、そういうところはなんか言わなきゃいけないっていう、なんか大義名分みたいなのがあるからやってる感じですかね。うん、うん、うん、うん。それは、ひろゆきさんの中の正義感ではなくて、うん。この企画上絶対こうでしょうっていう話ですか？もう企画上もそうだし、例えばじゃあ社会にとってこの発言を許しちゃいけないよねとかっていう、ただ僕自身は結構頭おかしい人とか犯罪者とか好きなんで、だから僕自身としてはどうでもいい。ただ、これはダメでしょっていう方に割とその強い言い方をすることあります、ね。そうなんや。それって割と昔からそうですか、それ。だから社会に対して この論法が通っちゃうと良くないよね、嘘だもんねっていうのって、うん、やっぱりそれって正義感じゃないですか。公園歩いてるときに落ちてるゴミを拾うかどうかみたいな感覚だと思うんですよね。別に落ちてるゴミほっといても、なんか用務員さんとかが来て捨てるかもしれないし、別にゴミそのままで何年もあっても別に誰も困んないじゃないですか。こういうのあったときに拾ってしまうという、なんか目の前にこれがあったらこうやってしまうよねという性格なんだと思うんですよ。で別にそれがなんかやらなきゃいけないっていう義務があるわけでもないし、誰かが見てるわけでもなくて、単純になんかそっちの方が気持ちいい気持ちよくないっていう手みたいなもので、へえ、そうなんか、そうなんか、だから番組とか出てても、うん、その立ち回りを僕結構考えて拾ってたりするんですよね。だからそのじゃあ ここでこの人がすごい言い合うんだったら、じゃあ僕はこっち側の違う立場に立とうとか、なんか、これで、これでじゃあ、みんながこう敵に回るんだったら、こっちがいないといけないから、こっち側回ろうとか。で、そのなんか、状況においてこれがいいよねっていうのを結構やってしまうんですよ。ああ、それは、番組のことを考えてとか、スタッフのことを考えてとか、なのか、こうやった方が視聴者が見てて面白いよね、なのか。視聴者が面白いもあるんですけど、会社経営やってる時からそうで、僕、社長業長いんですけど、社長業やる人って2種類のパターンがあって、例えばめちゃめちゃ営業ができて物を売りますっていうタイプとか、あとその人しか作れない商品を作りますみたいな、まあ IT 系とか。で、僕、雑用型で、いろんなスタッフを入れて誰もやらない仕事を拾うっていうタイプの経営者なんですよ。ああ、はははは。なので、うまく回ってるんだったら、僕がやることは一切ありません。なので、僕何もしなくても回ります。で、誰かが辞めましたとか、なんかこういう仕事があってやれる、このパーツがやる人いませんだったら、じゃあ僕やりますっていう、その、チームの空いてるところを埋めるとかの方が僕好きなんですよ。じゃあ、例えば、周りから、いや、やっぱ、ひろゆきさんすごいよね。能力高いよね。才能あるよね。あの人が経営者やから、うちの会社できてるんだよね。っていう称賛の声は、そんなに興味はないって感じなんですか？だむしろ、あいついなくて何にもしてないよねっていう方が、僕の中では、目的達成なんですよ。
メンツいらなくねっていう、そのいらなくねという状況を作ることが僕楽しいと思ってるんで、ね。はいはい。そのシステムをよくぞ自分作ったなっていう自分で自分を褒めるみたいな。うん、あの誰もそれが見えてないので、はいはいはい、まあ、それはそれで僕の中で満足してるだけなんですけど。はあ、そうなんや。あの4番バッターでピッチャーみたいなタイプの活躍の仕方ではなく、多分あの裏方側なんですよね。うん、なんならもう完璧なグラウンド整備をした整備の人みたいな。ね、あの今日の野球の試合面白かったでしょっていう、うん、あの野球の球場僕頑張って作ったんすみたいな、そういう感じの、どちらかというと僕裏方好きなんですよね。へえ、そうなんや。さあ、演者も一応能力としてはできるんですけど、演者よりは裏方の方が昔から好きなんですけど、うん、多分その回しが上手い人で、その演者で出てる人は結構裏方好きな人多いんじゃないかなっていう気はするんですけど。ああ、でもそのタイプの人もやっぱいますよね。割とね、両方できる人もいるし。うん。なので、なんか、あの割とその IT 系で、その YouTube とかそういうのが分かっている人って、まあ、YouTube の人って、本当に自分大好きな人しかいないじゃないですか。うん、要はあの、俺を見てっていう人しかいないので、うん、で、俺を見てじゃない YouTube やってる人っていうのが、実は結構少数なので、うん、で、その結果、こういうことになってるのかなっていう。確かに。あと、ごめんなさい、脈絡ない質問で申し訳ないんですが。ほいほいほい、ひろゆきさんって、うん、例えば、前5年ぐらい、はい、まあ3年でもいいですけど、はい、どんな感じだろうなとか、なんか予想があったりとか、ちょっとこういう前5年にしたいとか、なんかそんなんとかあるんですか？僕は一人で暇な時間が多いので、そういう問いをするのが割と趣味のようにやってて、もう5年越しとか3年越しとか大体どうするかなっていうので、基本今のところ何も変わらないなんですよね。あ、今のこの暮らしのまま、うん、ある日突然、はい、とか、で例えばじゃあ5年後って遠いからなんだかんだ言ってみんな変わらないですけど、じゃあ1週間越しってなったらバタバタする人って結構多いじゃないですか、うん、僕多分1週間越しでも変わらないんですよ。誰にも連絡しないし、同じ生活をして一人っていう。へえ、あ、そうなんや。ということは、なんか、うん、そうか。じゃあ、なんか家族に看取られたいとか、最後友達に会いに行きたいとかも全くない。友達に会いに行きたいんだったら僕今言ってるんですよね。なんかその、あるんだったらこの人にこれを伝えたいとか、あるんだったら先寄っとけよって僕思うタイプなんで。はあ、はあはあはあ。なので、もうそれはそれっていう感じ。それってあれですか、常に現時点でやりたいことは全てやっているっていう生き方をしてるってことですか？割と、そのなんか、これしたいなっていうのは大体やってて、で、そのなんか、オーロラが見たいとかって、いつでも行くけど、別にそこまで行きたいわけじゃないよねとかが残ってるぐらいで、うん、じゃあ一週間走ります、もう永遠にオーロラ見れませんって言われても、そんなにショックではないんですよ。あ、そうっすか、ふーん、みたいな。はそうなんや。え、じゃあもう、この先、え、今、おいくつですか？僕47です。47。うん、じゃあ、この先、まあまあ、30年ぐらい生きるとして、この30年やったらすごく嫌やなっていうことって、どんなんですか？お金を急激に失うとか。いや、でも、まあ、徳井さんもそうだと思うんですけど、ある程度知名度を持ってしまった人って、うん、なんやかやお金、生活するお金ぐらい何とでもなるじゃないですか。まあ、特にね、ひろゆきさんはいろんなことができるから、あれですけどね。まあ、ある程度知名度があると、なんか頭さえ下げれば、それなりのなんか仕事を持ってる人とかがいて、でじゃあ、これお願いするよとか、絶対あるじゃないですか。うん。っていくと、多分こんなに僕なんかお金に困ることはもう一生ないんだろうなと思ってて。まあ、確かにね、ひろゆきさんがお金に困るはあんまり考えにくい。徳井さんも多分ないじゃないですか、もう、そこまで顔が売れてると。なんだかんだってやっぱ。企業に頭下げて、なんかじゃあ、その忘年会に呼んでもらって、そこでなんかギャラ取っ払いみたいなのってやっぱあるじゃないですか。うん。でもその、やだなの文脈でいくと、急激にお金が何もなくなって、下げたくない頭を下げながら暮らしていくの嫌やったなと思うんですよ、僕。あ、そうなんですか。僕はちょっと、この先30年もしそうやった場合、
うん、あまりにもこう充実してないなと思って、それは嫌だなと思うんですけど。はい。だからそこはひろゆきさん別に下げたくない頭がないってわけでしょ。別に下げててお金、自分が今お金ない状況で、下げて入ってくるなら全然、全然いいよっていう感じ。あ、ね、あの僕、いつでも土下座できるタイプなんですよね。強えな。いや、土下座が嫌なものであるとか、土下座に対する思い入れがなさすぎて、うん、いや、ただ正座をしてベタってやるだけじゃないですか。動きとしてね、動き。動きとしては全然簡単だし、これを高く打った方が得だからやらないだけなんですよ。要は、すぐ土下座する人だと、あいつの土下座すぐ出るからっていうので、効果がなくなるので、うん、土下座しない人が土下座すると、すぐに効果あるじゃないですか。うん、するためにやってないだけで、土下座に対して僕、何の思い入れもないんですよね。うん、はあ、そうか。土下座に対しての思い入れか。なんか、多くの人って土下座はなんかしてはいけないとか、なんか、その、土下座に対しての価値高いじゃないですか。うん、うん、確かにね。あんまないんで。なんか、謎の土下座というものの価値はありますよね。例えばその、外国の人って中指立てられるのを見るとめちゃくちゃ腹立てるんですけど、うん、日本人で中指立てられて瞬間的に怒るやつっていないと思うんですよ。うん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 、あれって、その、無駄にしてるんだろうな、こいつは。じゃあ怒ろうになってるんで。うんうんうん、なので、なんか本来中指見ても、あ、この人は僕に対して怒らせようとして中指を立てるんだ。うーんってなるじゃないですか。うん、大体の出来事、僕、その感じなんですよね。はい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 。確かにね。だから、まあ、ある種無意味な、中指に対して腹を立てるって無意味なことやから、別に、そこの、なんか、価値を中指立てるに対して僕は持ってないですよっていう。ええ、なので、なんか中指にそんなに重きを置いてる方々がいらっしゃるんだ、ふーん、みたいな。だから、国によってはその親指を下げる行為とかにも、やっぱそう感じる人もいて、あ、これはこの国の人嫌なんだ、へー、みたいな。はい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 。なんか社会科見学をしてる感が昔からあるんですよね、子供の頃から。そうかそうか。え、それね、いや僕がさっき、なんか、うん、下げたくない頭下げて、ちょっとお金もらってみたいな、で、ギリ生活していくのを、ちょっとやっぱり嫌やなって思ったのは、うん、この頭を下げるのがプライドが傷つくから嫌とかではなくて、うん、その感じって多分生活、充実してないやろなとか、満足感がないやろな、ない暮らしだろうなって思うから嫌だなって思ったんですよ。ああ、はい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 。はい。で、逆に言うと、ひろゆきさんって、なんか、あれなんですか、その、日々充実してるなっていう感覚ってあるんですか？毎日超楽しいですよ。忙しいし。まあ、そのゲームやって漫画読んでとか。はいはいはい。で、別にゲームとかも、今時ってただでゲームって落ちてるし、映画もただで落ちてるんで、うん、お金なくてもいくらでも楽しめるんですよね。なので、多分僕が幸せになるのに、まあ、食い物さえあればよくて、で、うん、大体食い物っておごってって言ったら、大体なんとかなるじゃないですか。まあまあね、確かにね。多少おごってくれますよね。うん。だから、そうか。で、多分赤の他人で、じゃあ僕がその、じゃあ、誰にも顔を知られていない47歳のおっさんですっていう状態で、うん、新橋に歩いてる酔っ払いに話しかけて、誰かしらにおごってもらうって僕できる自信あるんですよね。で、ゲームもできるじゃないですか。その、まあ、そうですね。いや、全然自分のこと知られなくても、酔っ払ってる人に話しかけて、うん、これがどこ行くんですか、一緒に飲みませんみたいな、なんか一人で飲むの辛くないですか、うん、なんか僕、反省期になりますよ、って。大体2、30人に言えば、それぐらい引っかかるじゃないですか。うん。そんな困らないだろうなっていうのがあって。はあ、そうか、そうか。だからそんなに、そうか。だから、そんなに多くは求めてるわけじゃないし、となると別に、生活の不安は案外ないよねっていう話。うん。っていうのが、でも大学生って大体そうじゃないですか。うん。だからその感じがずっと続いてるんですよね。いや、ちょっとすいません。マイクを差し直します。